放送席、放送席、そして甲子園のタイガースファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは鍵谷投手、大山選手です。まずは鍵谷投手、ナイスピッチングでした。ありがとうございます。勝利に大きく貢献した今の気持ちはいかがですか？すごくホッとしてます。イニングをまたいでの2回無失点というピッチングでしたけども、ご自身のピッチングはいかがでしたか？ビハインドの展開だったんで、こうなんとかチームに流れようと思って最初のこうイニングマウンドに上がったんですけど、まあ、そこでいい形で入れたので、まあ、次先頭にフォアボール出してしまったんですけど、梅が刺してくれて、本当にこうバッテリーとして共同作業できた日かなと思います。チームも非常にいい流れで戦えていると思います。今後に向けて、抱負をお願いします。まだまだ勝ちに貢献できるように僕自身も頑張っていきますので、これからも応援よろしくお願いします。そして大山選手、ナイスゲームでした。はい、ありがとうございます。逆転タイムリーヒットです。いかがですか？いや、もう本当に、浜風が出してくれたので、カズヤ投手からもホッとしたという言葉がありましたけれども、大山選手もそんな気持ちでしたか？いや、僕が一番ホッとしたんじゃないかと思ってます。2人の活躍もあってタイガースは首位キープとなっています。大山選手、4番として日々どんな思いでプレーを続けてますか？本当に1試合1試合を、全員で戦うだけだと思っているので、選手もそうですし、ファンの皆さんも一緒に戦いましょう。そして今日は子ども祭りということで、ファンクラブキッズ会員によるヒーローインタビューをこれからしたいと思います。まずは小学校4年生のジョーリーナさん、お願いします。カジヤ選手、今日の試合はドキドキしましたか？子供たちをこう怪我せずに楽しんでほしいなと思います。今日はありがとうございました。